ロシア・ベルゴロード州人民文化博物館の展示ロシアの結婚式で使われる飾りのあるパンと塩パンと塩とはロシアやその他のスラブ諸国にある遠大の訪問客を歓迎する習慣。一般的には伝統的な服装をまとった若い女性が白又は綺麗に刺繍した大きな布にパンを乗せて胸の高さに持ちパンの中心の小さな皿に塩を乗せて歓迎する。 歓迎される方はパンを一かけらちぎって取って、塩を少しつけて食べて歓迎に応える。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ブルガリア、ポーランド、マケドニア、セルビアなど広く行われているだけでなく、近隣のルーマニア、バルト三国、ドイツ、ユダヤ人の間でも似たような習慣がある。パンは基本的には無味の黒パンで円形をしていて、 近来は普通の白いパンで甘みをつけたものもある。減塩している人やパンを食べたくない人はパンを口へ運び食べるふりをすればいい。こうした習慣が生まれたのはパンが食料の主要なものであり、塩はこれらの国では政府の高い税金がかけられたせいもあり高価なものであったためとも言われている。結婚式でも新郎新婦へ角でお祝う意味でパンと塩をあげる習慣もあり、 この場合は、カラバイと呼ばれる飾りをつけて焼いたパンも使われる。各国各地域でパンと塩の習慣は様々に行われている。歓迎という意味のロシア語が、おもてなし好きなという意味が、のように、スラブ語圏において生活に密着した言葉である。以下に、それらを示す慣用句の、ほんの一例を示す。ありがとうございます。